い、皆さんこんにちは、私です。みんなダイエット頑張ってますか？今日はね、こちら、ダダーン、相模屋さんの海鮮スンドゥブ食べていきたいと思います。はーい、ではレッツゴー。18日だから賞味期限1日切れてます。相模屋さん久しぶりに食べる。お、こんな感じで入ってます。タレね、辛口だって。1袋あたり173キロカロリー。お好みで生卵をね、落としてお召し上がりくださいって書いてあるけど、私生卵苦手だから入れない。はーい、まずね、こちら、怖い、うわっ、飛び出しちゃった。で、お豆腐入れる。で、このね、付属のタレを入れます。レンジで3分温めます。では行ってきます。いただきます。みんな久しぶり、元気だった？ショートばっかり上げててね、メインチャンネルおろそかになってるよ。おお、おぼろ豆腐大好き。久しぶりに食べるんだよね、相模屋さんのおぼろ豆腐。美味しい、ほっぺた落ちる、美味しい、美味しい、口どけがまたいいね。辛口って書いてあるだけあって、やっぱ辛いね。ほんとエビの旨味がすごい。これ198円なんだけど、それ以上のね、価値はあるよ。夏にお茶漬けシリーズっていうのを、冷茶漬けかな、うん、持たしてたのよ。それはね、いまいちだったね。でもこれはね、最高だから本当食べてみてほしい。このシリーズ、スープが美味しすぎてさ、止まんない。まあ、お豆腐も美味しいんだけどね。この口どけの良さね、食べた人にしか分かんないよ、これ。スープがたまらん。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。トッピングをさ、乗せてもいいよって書いてあったけど、全然このままでね、美味しいから無駄なトッピングはしなくていいと思う。はーい、では今日の飲み物、じゃじゃん、ドクダミ茶です。いつものやつ。乾杯。またメモりました。相変わらずね、週1ペースで加速してます。うん、みんなどう？大丈夫？で、最近はね、許可食っていうものがね、なくなりました。ショート動画でもね、言ったんだけど、まだ編集中かな。何でもね、食べられるようになったの。ピザでもね、唐揚げでも普通に食べられる。でもね、量はね、制限してるね。で、カロリー不明なもの、そういうものもね、いけるようになりました。だからね、外食も普通にできるのかなって思ってる。でもね、最近外食してないから試してみてないんだけど、今度ね、行く機会があったら、うん、思い切ってね、好きなものを頼んでみようと思います。で、さっきも言ったように、加食週1ペースでやる
やっちゃってるんだけど、すぐにね元の体重に戻すようにしてる。でもね、過食した翌日ってやっぱりね鬱が入っちゃって仕事をねずる休みしちゃうことがあります。鬱状態でね、みんな頑張ってるって思うよ。今だってさ、私がこう話してる相手もさ、仕事場で職場で働いてる人いるわけじゃん。みんな頑張っててすごいと思う。よく休まずにねいけるなって思う。ダメだねこんな子。で、夕食はね子供たちと一緒に食べるようにしています。見られているとゆっくりね落ち着いて食べられるんだよね。過食に走らない、絶対に。で、旦那が帰宅して、旦那のご飯でしょ、旦那がねお惣菜買ってくんのよ。で、私もね食べたくなってつまみ食いしちゃうことが多々あります。でもね、たくさん食べちゃいけないの。旦那はね、私がたくさん食べてる姿を見ると不安になっちゃう。私がもう過食ごとでね、もう散々悩んできた様子をね、見てるから、一緒に直そうって感じなのね。もう一個もう一個ってなっちゃうと、もうやめておけばって言いますね。そんな旦那はね、私と結婚する前、痩せてたのよ。筋肉マンだった。スポーツしなくなったせいで、どん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 太っちゃって、今はねちょっとメタボ気味ですね。ダイエットしたらとは言うんだけどしないのね。でも見た目をね気にしてないってわけだから、不倫の心配はないなって思って、もう何も言わないようにしてますね。鶏皮の揚げたやつとかが大好きでね、よく買ってくんのよ。で、子供たちもね一緒にねパクパク食べてるから、ああちょっとやめてって思う。なんか太らせたくないのよ。わかる？子供たちにねダイエットしなきゃっていうね思いはねなんかさせたくない。心配になっちゃう。太らせたくないからね、夜ご飯はもうしっかり栄養バランスの取れた食事をね提供してます、子供たちに。で、今やってるダイエットっていうのはざっくり言うと、基本16時間断食、早寝早起き、あとトマトジュース、MCT オイル、青汁で、腹筋をね最近鍛え始めて、入らなかったパンツ入るようになりました。表情筋最近ね鍛え始めてる。娘にもね教えて一緒にやってる。たくさんあって、でもうそれがねもう身について当たり前になっちゃってるから、もう私ね根っからのねダイエッターなんだと思う。なんだかんだねダイエットが楽しいのよ。過食してもその後節制して落ち着いてる自分をね見るのもね楽しいのよ。焦ってる自分をね見るのも楽しいのよ。面白いでしょ。そんなこんなでね、まあいろいろ頑張ってるわけですけど、みんなどうですか？私の頑張るっていうのはもう合言葉であって、本当にね一生懸命頑張る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 じゃないのよ、合言葉なのよ。だからね、私がみんなに頑張ってって言ってもそんな気を張らずによろしくお願いします。はい、ではね今日はこういったお話でした。また何か参考になったら嬉しいです。はい、ではね、見てくれてありがとう、聞いてくれてありがとう。チャンネル登録と高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。バルタン星人、シャキン、バイバーイ。